はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。お前らさ、オープンワールド好きじゃん。もう三度の飯よりオープンワールドが好きでしょ。でも今後発売されるオープンワールドゲームどんなのがあるっていうの把握してないっしょ。だから俺が全部まとめてやったよ。安心しろ、とりあえずこの動画見たらお前らが欲しいなこれってなる作品いっぱいあるから。ということで今回はですね、今後発売される予定のオープンワールドの超期待作をなんと20本もご紹介します。厳選するのめちゃくちゃ疲れたからマジで感謝してほしいね。とりあえず今予約できるゲームに関しては概要欄にもリンク貼っ付けてあるんで、気になった方はそちらも参照してください。すごいゲームめちゃくちゃあるんで退屈しないと思います。ぜひ最後までお付き合いください。では行ってみましょう。忍者ガイデンやニオ、直近ではウォーロンなどを手掛けた光栄テクモの社内チームチーム忍者が手掛ける完全新作タイトルライズオブローニン。ジャンルはオープンワールドアクション RPG で、舞台となるのは幕末1863年の日本。徳川幕府と倒幕派の戦いが加熱する時代、西洋の文化が入ってきており価値観が変わりゆく時期に主人公はとある浪人として冒険することになります。現在は公式からほぼ全くと言っていいほど情報が解禁されていないので、初発表時の映像で確認できる内容をご紹介していきますが、まず世界観としてはこの時代は黒船来航や江戸幕府の力が揺らぎ始めたことで、維新志士や新選組が各地で戦いを繰り返している一方で、欧米文化が入ってきたことで文明開化へとつながっていく時代です。この時期は歴史が最も劇的に動いていた時代とも言えるものですが、本作では物語上での選択肢が多数用意されていることが分かっているので、我々が知る歴史とは異なる世界線で物語が展開していく可能性があります。そんな世界はオープンワールドで描かれていて、移動手段として確認できるのは徒歩、馬、そして世界観的に若干違和感を感じてしまうグラインダー的なものも確認できています。また戦闘では刀、槍などの従来の近接武器はもちろんのこと、この時代にはピストルなども海外から流れてきているので使用可能です。サムライゲーといえば大抵近接で血生臭い戦闘を繰り広げるのが常でしたが、本作はそもそものアクションがかなりスタイリッシュで、飛んだり一気に間合いを詰めたりと、まるでプラチナゲームスが開発したかのようなスタイリッシュアクションになっており非常に面白そう。ただしニオやウォーロンといった高難易度ゲームの後の作品なので、本作も難易度が高めになりそうな予感はしますね。まあ、というような感じで現在誠意開発中のライズオブローニン、和製オープンワールドは数少ないので、ぜひまんべんなく仕上げた上でリリースしていただきたいところです。オープンワールドで描かれた小さな街を舞台にストーリーメインのサバイバルホラー。公開されている映像ではアイザックという男主人公が街に帰ってきたところから始まります。街は荒廃し、人々の目はすさみ、街に点在する電柱には行方不明のチラシがびっしり、とにかく異様な雰囲気の世界観です。異常な背丈の住人や十字架を担ぐ者、異様な速さで移動する人間、ステルスしながら戦う様子などなど、ことごとくこの世界が凄惨で無慈悲であると訴えるかのような演出が多いです。まるでサイレントヒルのようなダークな世界観、そして民族的で宗教的な畏怖がはらむストーリーからは、日本人の我々にも親近感を持たせるデザインになっています。なんかもうめちゃくちゃ怖いっすよねこのゲーム。グラフィックもかなり独特で、ライティングとかテクスチャとかめっちゃリアルやのに、キャラの見た目がのっぴりしてるから不気味すぎる。なんだろう、空気感とか世界観が秀逸すぎるとキャラクターの動きとか見た目がチープな方がむしろ怖いんですね。新発見ですねこれは。そしてゲームプレイ映像はちょうど半年前に公開されておりまして、その映像では主人公が三人称視点で銃を撃つんですが、正直まあチープです。かなりチープなんですけど、それが逆に怖い。もうねこれはちゃんと完成させてくれと心の底から願いたい作品です。この手の世界観が秀逸なゲームはだいたい開発中止になったりする傾向があるので、どうにか発売までこぎつけてほしいところですね。本作は着せ替え高で RPG ミラクル2期などの人気スマートフォン向け作品を展開してきた中国の会社、なぜあの2期の後にこんなゲームが生まれたのか謎すぎるくらいにダークな世界観です。プロデューサーが闇落ちしたんでしょうかね。まあそんな本作、戦乱渦巻く中国を舞台に、戦火で捕虜にされた主人公が仮面をつけることで覚醒、戦いの中で宿敵と出会うことで物語が展開しますと。オープンワールドで構築されたこの世界は非常に多彩な景色を垣間見ることができるようで、四季の変化を感じながら美しい山や森、他にも様々なロケーションが用意されているとのことで、非常に色の使い方が独特で美しいですよね。ベースはセピアで、印象付けたい色のサイドは高めに設定されているおかげで絵の中のような映像美を生み出しております。こんな広い世界を主人公は壁を走ったり屋根を登ったり立体的な動きで移動し、時に異能力のような力で移動する姿も確認できています。世界観の詳細は明らかになっていないので明確には判別つきませんが、おそらく何らかの形で特殊能力などを会得する場面が用意されているんじゃないかと思います。また戦闘シーンではやや赤狼を彷彿とさせるようなシステムになっていて、敵の攻撃を弾いた後に叩き込むというハイテンポな
攻防戦が確認できました。どうやら今作の戦闘アクションには中国武術の要素も取り入れているらしいです。全体的にシリアスな物語になるとのことなので重厚なストーリーを期待したいところです。現在は製品開発中ですがセロの審査も行っているとのことなので日本でも発売する見込みですね。ドラゴンズドグマ2、カプコンが開発するドラゴンズドグマシリーズ最新作、前作から10年を経て今年ね正式発表されました。発表時は私あまりに興奮しすぎて発狂するほど私めちゃくちゃ好きなんですよ、ドラゴンズドグマ。前作ではカサディスの村で漁師をしていた主人公が突然現れたドラゴンに心臓を奪われ一度死を経験するものの各社として蘇り心臓を取り返すためにドラゴンを倒すという物語が展開されたドラゴンズドグマ。ジャンルはオープンワールドアクション RPG ということで当時では珍しく国産のオープンワールドだったわけなんですが少々ねオープンワールドとしての完成度は低かった。しかしながらコンパクトに収まったストーリー、オリジナリティあふれるアクションなどなど非常に評判のいい部分も多く私含めて根強いファンを生み出しました。なので続編は待望の続編というわけです。で今作のストーリーは前作のストーリーや世界観をより広げた内容になりそうです。ドラゴンを倒すという目的はあるものの最終的には王座に登る物語とあることから前作に比べて人間主体の物語になっていそうです。かなり深い話になる気がしますね。戦争も起こっているようだし主人公がどういった立ち位置で世界を冒険するのか非常に楽しみでしょうがない。で今回垣間見えるアクションは前作に比べると劇的な変化はなさそうです。最初に映ったファイターらしきジョブのスキルである一線継ぎモーションやらウォーリアーのモーション、マジックアーチャーなんかのスキルも前作をプレイしている身からするとそこまで真新しさを感じませんがやはりグラフィックが非常に美しいしエフェクトもダメージストップも進化している。ああ正当に進化したんだなというね印象です。変に改変して別ゲーになるより前作の色をそのまま引き継いでいてくれていることに好感しか持てない。映像に映っている感じでは敵キャラも割と馴染みのある奴らが多いしドラゴンのマガマガしさに関しては一層際立っている。ドグマが帰ってきたんだな、またこの手で各社として世界を旅できるんだ、そんな感動が溢れます。ちなみに発売日は未定、対応機種はプレイステーション5や Xbox PC、 プレイ人数は1人、完全シングルプレイのゲームでございます。今後定期的に続報が出てくると思いますのでドグマファンはもちろんのこと新規の各社も随時チェックです。はい、お次はまとめて紹介です。開発はリネージュやブレイド&ソウルといった人気シリーズを生み出した NC ソフト。なぜまとめて紹介するのかというと両作世界観を共通しているからですね。ではまずスローン&リバティから紹介。スローン&リバティはソリシウムという広大な世界を舞台に悪の化身カザールの野望を阻止するべく探索や戦闘を行うオープンワールド形式の MMORPG で作中の環境変化が非常に重要になっている作品です。例えば風向きと風速は弓の射程距離に影響したり雨の中で雷系の魔法を使うと単体攻撃が連鎖効果を起こして範囲スキルになったりと、まあいろいろねデバッカー殺しのシステムを採用しているため非常にリアリティの高いゲーム性になっているらしいです。また従来の MMO らしくレイド対戦も実装されており、そこでプレイヤーは動物に変身して陸海空を縦横無尽に移動して戦うことも可能になっており非常に多彩なゲームシステムの作品になっております。そしてもう一つのプロジェクト E は東洋の中世から影響を受けたオープンワールドゲームでスローン&リバティと世界観を共有。プロジェクト E は空から降ってきたシルラク星が東洋大陸に落ちたことで地形と植生に影響を与え歴史的な事件が起こりますという設定ですね。まあ、要はスローン&リバティは西洋でプロジェクト E は東洋をコンセプトにした大陸が舞台になるとのことです。スローン&リバティが立体的で戦略的なゲームであり地形や環境の要素が重要になってくる一方でプロジェクト E はどのようなゲーム性になるのかっていうのがね分かっておりません。なので今後の情報が非常に気になるところでございます。お次に紹介するのは The Bird That Drinks Tears。 原作は2003年の小説、物語は韓国の神話をベースにしたオリジナルのファンタジー世界を舞台にそれぞれ異なる神を信仰し異なる4元素を司る4つの種族やトールキンと比較されるような規模の緻密な世界観を特徴しており、界隈では非常に人気の作品になっていて2005年にも続編が発表されています。トレーラーはアンリアルエンジン5で作成されており、やたらとセクシーなナーガを狩る主人公らしき男が描かれております。現時点ではこの映像しか公開されていない上にタイトル名、対応プラットフォーム、発売時期も不明なんですが、おそらく PC とまあ海外だけプレイステーション5とかになりそうですよね。発売までかなり時間がかかりそうな雰囲気ですが、本作は
スターウォーズ、マーベル、ターミネーター、ハリーポッターなどで知られるアーティストイアン・マッキーグが参加しており、公式サイトで非常にクオリティの高いアートワークやコンセプトアートが公開されています。なのでまあ開発中止になることはないんじゃないかなとは思ってはいる。今後の動きが非常に気になる作品です。本作は昭和66年のアメリカが舞台。日本がバブル崩壊せずにアメリカの大部分を買収し、急増した移民がアメリカ大陸の中に日本文化を根付かせ、アメリカは日本の植民地となり、文化が融合してしまったというなんともカオスな設定のオープンワールドアクションゲームです。もうね、魅力が凄まじいですよね。このゲーム、昭和というノスタルジーな時代にアメリカをぶつけてきて、ゾンビという大胆で短角的なアメリカ要素をぶちかますという豪快さは中国が作ったゲームとはとても思えません。公開されている映像では橋の途中に雷門があったり、変なところに鳥居を設置していたり、デカデカと文字が描かれるポスターやら、極めつきには例のプールまで出てきていまして、コンセプトがまとまっていそうでまとまっていない感が凄まじいです。とにかくカオスな世界観というのがこのゲームの魅力のポイント。公開されている PV には有名な曲それが大事が使用され、まさに日本への愛とさえ感じる本作。節々に昭和の情景が思い浮かぶアイテムや、その他光景が垣間見える PV は昭和を過ごした人ならにんまりとできる演出になっています。とにかくぶっ飛んだ本作、いつこの手で触れられるのか分かりませんが、今後期待のゲームとして選ばないわけにはいけません。またもや日本ではなく韓国が起こる美人のおにゃの子がお尻をプリプリしながら戦えば絶対売れるであろうという魂胆がむき出しのポリコレガンムシフルパワー新作ゲーム。こいつは罪なゲームです。なんたって発表時は2022年発売予定だったのに2023年に延期して、そして多分このままいけば今年発売しなさそうな雰囲気。その大きな理由として発表当初はプレイステーション4での開発だったものの、その後プレイステーション5も視野に入れ、グラフィックとゲームのクオリティを高めるためにいろいろと頑張っちゃってるからです。まあクオリティ上げるならいいか、ケツのクオリティ上げるために延期しますっていうことなら許せます。また本作はニーアオートマタやゴッドオブオーなどに影響を受けたと公表しており、様々なゲームのシステムが踏襲されていそうです。公開されている映像の後半とかでは突然主人公がトンネルの中を尋常ではない速度で滑り倒していたり、なんかいろいろホラーのゲームに出てきそうな敵もいろいろね出てきておりまして、本当にねよくわかんないです。まあそれでもキャラクターが素晴らしく可愛いし、ケツがプリプリなので私は非常に期待しております。これオープンワールドなんかって思ったあなたね、うん、実は分かってません。まだ分からないんですけど、もしかするとオープンワールドかもという期待を込めての紹介です。私キャベツ、何を隠そうマーベル大好きで、その中でもダントツでウルヴァリンが大好きなんですよ。それもヒュージャックマンのウルヴァリンね。日本人的には海外の原作ウルヴァリンは正直馴染み薄いんで、ウルヴァリンといえばヒュージャックマンって感じじゃない。公開されている映像では背後からカメラが寄って、圧巻らしき人影に気づいたローガンがアダマンチウムの爪をジャキンと出すと、いやもうマジでね、これは黄色のスーツ着ないウルヴァリンでしょ。マーベル好きでも原作は未読な私からすれば、この映像はねヒュージャックマンのウルヴァリンを彷彿とさせる箇所がいくつもあって、本当にもう痺れました。映画では老いても惜しく戦って優秀の美を飾って、これ以上ない最後をね見せてくれたウルヴァリンでしたが、こうしてゲームで復活するのは嬉しい限りです。まあそれもそうやし、次のデッドプールとかでも出てくるらしいからね、もうウルヴァリンが熱い。この作品を開発するのはまさかの個人クリエイター。そしてこのゲーム映像を見た時に皆さんね気づいた方もいるかもしれません。そう、本作はドラッグオンドラグーンやニーヤシリーズにインスピレーションを受けた作品となっており、作中ではニーヤと同じく白髪のアンドロイドが主人公として登場したり、ドラッグ&ドラグーンを彷彿とさせるように東京も舞台として登場します。そしてゲームジャンルはアクション RPG とソーシャルライフシュミレーターというねちょっと変わったジャンルになっています。物語としてはアンドロイドであるアイコがかつての友人であるゴッドに立ち向かうストーリーが展開。まず探索パートではオープンワールドで広がる世界を徒歩、バイク、あるいは自分自身の翼で空を飛んで移動することが可能。街には毎回振る舞いが異なる数百人の NPC が用意されており、訪れるたびプレイヤーに毎度異なる印象を与えるように設計されています。またライフシミュレーターとしての要素としてはキャラクターの衣服や髪型をカスタマイズしたり、家を飾ったり、料理をしたり、狩りをしたり、釣りをしたりとですね、結構いろいろできるようです。そして戦闘パートでは主人公は銃、剣、鎌の3つのモードに切り替えられる万能武器を所持しており、それを利用して巨大生物や敵の大群と対峙。戦闘の立ち回りなどはまだ分かりませんが、主人公の動きがかなり派手というか、やはりニーアオートマタにかなり影響を受けていると感じるモーションになっています。まあというような感じで、公開されている映像を見る限りでも世界はかなり広そうなので、探索するだけでも結構楽しそう。
このクオリティで個人開発っていうのが信じられませんよね。本作は2019年にタワーズというタイトルで公開されていた作品です。ブレスオブザワイルド、ワンダの巨像、風の谷のナウシカ、もののけ姫といった作品から影響を受けているということもあり、非常に独特な雰囲気を持っており、発表当時結構話題になりました。ジャンルはオープンワールドで、物語は神秘的な土地で展開。プレイヤーはこの地に住む部族の一員として村を築き上げる使命を持っており、自然環境を保護しながら発展を促進させていくといった内容です。探索パートではやれることが非常に多彩で、陸上だけではなくパラグライダーのような飛行ツールを使って空中を滑空したり、水中に潜り込んだりと、この辺からはゼルダのインスピレーションをめちゃくちゃ感じますね。またワンダを思わせるように巨大な生物の背に乗って移動するなどなど、映像を見るだけでも様々なゲームの要素が散りばめられています。プロトタイプの段階で世界観やゲーム性ががっつり作り込まれていることが分かっていただけに、発表当初は反響も良く非常に期待されているゲーム。ディズニーでデザイナーを務めていた人物も加わり、現在少数ながらも誠意開発中とのことなので、今後の動向が非常に気になる作品です。本作は全世界興行収入第1位を記録した歴史的ヒット作品の映画アバターをベースにした作品。当初2022年発売予定だったものが、今年12月7日に発売されることが決定してから、ようやくね、情報が出回るようになってきました。本作はプレイヤーがナビーとなって西部開拓時代を横断する旅に出るストーリー。 SF ファンタジーらしい広大で謎に包まれた森に住まう生き物や、独特の世界観を彩る光など、アバターの世界を丸ごとそのままゲームに落とし込んで表現できたらいいのになぁとアバターの初代の映画見ながら思ってましたが、それがようやく体験できると思うと興奮をせざるを得ません。アンリアルエンジン5で描かれたアバターの世界は、原作に非常に忠実なビジュアルを生み出しており、夜の森の光や動物たちの動き、表情など非常に高クオリティ。映画も続編を制作中のようなので、ゲームが発売されて盛り上がる流れで新作発表とかしてくれると嬉しいですね。開発はネットイースゲームズの子会社であるサンダーファイアスタジオのゲームスタジオネイキッドレイン。ネットイースといえば荒野行動とかアイデンティティなどの、まあ、あのね、パクリって言っちゃあれですけど、まあ、アレなゲームを開発してきた会社です。ジャンルは都市探索型オープンワールド RPG。 舞台は都市伝説が現実となり、人間と超自然的存在が共存する地球によく似た世界。プレイヤーはインフィニットトリガーと呼ばれる超能力者になり、活気あふれる都市で異常や超常現象に立ち向かっていきます。そして作中ではスパイダーマンさながらの スカイスイングなるものでビル群を移動できたり、車をはじめジェット式リュック、スケボーバイクなどいろいろあるみたいです。映像を見る限りでも街の広さはかなりありそうなので、移動するだけで楽しそう。また作中では商店街で映画を見たり、ショッピングしたり、ゲームセンターでアーケードゲームに挑戦したりと、ゲーム内でのライフサイクルを堪能することもできるようです。それらの屋内マップにはシームレスに移行するということも分かっているので、オープンワールドでありがちなエリア移動時でのロードによるテンポの崩れは起きなさそう。そして肝心な戦闘においては4人パーティーを組んだ上で開始。プレイヤーは念力を使ってオブジェクトを扱って戦うことができるほか、独自のスキルの使用などいろいろと戦闘スタイルが用意されています。念力を使って戦うという完全なスカーレットネクサス要素は置いておいて、非常にスピーディーな動きは評価ポイント。いろいろな作品の要素が散見される作品ではありますが、キャラクターデザインやキャラのモーション、演出、どれをとっても高クオリティで、近年の中間のゲーム開発力には脱帽します。2004年に Xbox 向けに発売されたファンタジーアクション RPG フェイブル。当時ゲームデザイナーとして有名な人物が関わった RPG として注目を浴び、さらに自由度の高いゲーム性が受けて人気を博し、シリーズ化。2008年には Xbox 360向けに続編フェイブル2がリリース。オープンワールドとまではいかないものの、探索できるエリアが広大になり、さらに主人公の性別によっては配偶者との間に子供ができたり、 NPC 一人一人にもプロフィールを用意したりと、さらに自由度が増し、シリーズは確固たる人気を獲得。2010年にはまだもや続編3が登場しましたが、それ以降シリーズ続編の情報は一切なく、3のリリースから10年経過した2020年、ようやくアナウンストレーラーが発表。それからさらに3年越しの Xbox ショーケースにてようやく新作映像が公開されました。発表当時の歓声は凄まじいものでした。一方で映像冒頭、主人公らしきキャラクターが登場した瞬間、そのブスすぎる顔面にファンたちは戦慄。そのおかげで現在 Xbox 公式チャンネルで92万回再生を誇っている本作の映像は、高評価 2.6 万に対して低評価 2.6 万とまさに賛否両論の状態。映像は次世代のゲームの中では群を抜いて綺麗で、世界観も非常に魅力的なのに、主人公がブスすぎるという理由でこの荒れ模様。まあそれをね、抜きにすればフェイブル、今作より完全オープンワールドとして進化したおかげで、元来保有していた凄まじい自由度が相まって神ゲーになる可能性を十分に秘めています。これまでのフェイブルではプレイヤーが NPC に対して様々なアクションを起こすことで、多岐にわたる
ストーリーが展開していく要素がふんだんに盛り込まれており、一つの行動次第で幾通りもの物語を垣間見ることができました。その点新生フェイブルでは従来のフェイブルシリーズ同様、自由度の高い作品になることは間違いなく、完全オープンワールドとなった新作はファンからの期待の目もあり、発売年のゲームオブザイヤー候補として注目されることは間違いありません。まあホライゾンのダウンロードコンテンツみたいにはならないでほしいですね。本作全く日本で取り上げられていない作品でございます。調べてみても日本語で書かれた記事動画がなかったので、英語記事からの翻訳で得た情報を元に紹介させていただきます。開発はインディーという韓国のチームで、なんとこちらね全部一人で作ってるらしいです。意味がわかりません。映像も綺麗すぎるでしょ。アクション要素も世界観もこれ本当に一人で作ったのかと驚きでしかありませんね。そして本作を簡単に説明すると、宇宙人が出てくるオープンワールドアクション RPG です。プレイヤーはアシルマの生まれ故郷のガラソで、グレイの友好的な助けによって特別な能力を獲得しますが、能力の交換の下に隠された秘密を発見した後、彼はそれらを追い出すために戦いますという感じでね。まあ、ちょっと翻訳なんでこの情報だけではストーリー概要はつかみきれないんですが、まあ、何かしらあって主人公は宇宙人と戦うっていうような感じでしょうね。そして主人公の風貌から見るに、彼が住まうアシルマの文明はそこまで発達していないように見えます。そんな世界に技術が何千年も発達した宇宙人が来て戦うと、まさにカウボーイ VS エイリアンの世界観です。そして肝心なアクション面に関してはゴッドオブウォーチックで、至るところで謎解き要素もあります。その謎解きの際には主人公の右腕が光って万能に動くところを見ると、この手がグレイによって得た特別な力だということがわかりますね。一人で作っているというプロジェクトグレイ、いつ発売になるのか、なんならもう開発中止になることさえありえそうなので、気長に待ちましょう。XL ゲームズが送るアーキエイジの続編、2024年にサービス開始予定。前作アーキエイジは2013年に日本でもサービスが開始したゲームであり、特筆すべきはその自由度。狩りや PVP という MMORPG の醍醐味はもちろんのこと、工芸や農業、交易というシステムも充実しており、広大な世界で多様なライフスタイルを確立することができたので非常に好評でした。そんなゲームを元に開発された続編は前作よりも様々な要素がパワー、なんなら別ゲーとして生まれ変わっています。まず特徴的なのがその美しすぎる映像。アンリアルエンジン5で開発されたハイクオリティのビジュアルで、アクション重視の内容になっています。また前作同様のオープンワールドはシームレスな設計になっていて、一本道ではない進行を採用し、プレイヤーの好きなタイミングでストーリーを楽しむことが可能です。また前作でも好評だった貿易などは一人でも行うことが可能になったり、ハウジングのカスタマイズ箇所を増やすなど、前作よりもしっかりとパワーアップした内容で遊べそうです。そして戦闘も非常にクオリティが高く、ノンターゲティング方式で繰り広げられる戦闘はスピーディーに進みます。まあ、前作に比べると随分ゴリゴリのアクションになりましたよね。初代から移行しようとしているファンからするとかなり抵抗がありそうな戦闘になってますけど、まあこの手のアクションの方がユーザー層には受けが良さそう。でもこんだけゲーム性変わってんならタイトル名アーキエイジ引き継がなくてもよかったんじゃねと思ってしまいますわね。などいうような感じでアーキエイジ2、前作からの続投要素も多くありながら大幅に変化した作風になっています。現在対応機種は PC のみ発表されておりますが、おそらく前世代のコンシューマーはなしで最新ハードに対応するかと思われます。私が以前にポケモンとグラセフを足して割ったバイオレンス作品として紹介したパルワールド、開発はクラフトピアなどを開発してきたポケットペア。本作は不思議な生き物パルが暮らす世界を舞台としたマルチプレイ対応のオープンワールドサバイバルクラフトモンスター育成ゲーム。パルと出会い、捕まえたり育てたり、戦わせたり働かせたり、売り飛ばしたり、解体して食べたり、様々なパルたちと自由に関わりながら広大な世界を思うままに冒険することができます。非常にバイオレンスなポケモンというような感じで、発表当時は過激すぎる内容にネットでポケットモンスター銃弾丸とすら言われていました。プレイヤーの目的はクラフトピアなどと同じく、これといって最終的な目標はなさそうですが、野生のパルを捕まえてパルを密猟する密猟団を懲らしめるという目標が設定されているようです。ちなみにそのパルの捕まえ方ですが、矢でぶちのめしたり、あるいは己の拳でボコボコにしたり、バットでフルスイングしたり、銃弾ぶっ放して弱らせたりという感じでね、なんとも非人道的。動物愛護からかけ離れた鬼畜の所業で弱らせてから、ポケモンボールにクリソツなボールパルスピアを投げて捕獲します。そして捕獲したパルたちはポケモンのように技を使用してバトルさせることはもちろん、時に銃を持たせて銃撃したり、盾にしたり、餌にして釣りしたり、農場で働かせたり、銃を作らせたり、労働させたりと、もういろいろできる。まあというような感じでね、ツッコミどころ満載な作品なわけで、ポケモンからも怒られるんじゃないかと思っていた作品ですが、この度ねちゃんとリリースされるようです。クラフトピアも発表当初はかなり叩かれましたが、なんやかんやハマる要素が多くて、最終的には高評価に落ち着いているので、
ので、本作も同じ流れをたどりそうです。ウォーハンマーシリーズを手掛けたスタジオが開発する三人称視点のアクションアドベンチャー。世界は内戦が立て続けに起こり、厄災によって荒廃した国々をプレイヤーは旅します。登場する敵は超自然的なクリーチャーで、こいつらはどうやら普通の兵器では倒せないので、特別に作られた武器を使って戦います。このクリーチャーの造形がとにかく異質で、デスストランディングアトミックハートのような奇妙で異形の念さえはらむ狂気的なデザインでもめちゃくちゃいい感じ。PV で登場するドローンも、なんかデスストランディング感すごいありますよね。現時点でゲームプレイ画面は公開されていませんが、世界観も非常に奥深しく、ゲームとしても洗練されているようなので、期待せざるを得ない一作になっております。メタルギアシリーズでおなじみの小島秀吉が立ち上げたスタジオの少女作、デスストランディングの続編。前作ではデスストランディングと呼ばれる現象の発生により、人類が分断され、滅亡の危機にある北米大陸を舞台に、主人公サム・ポーター・ブリッジズが世界をつなぎ直す任務に挑む様子が描かれ、最後には BB なる赤ちゃんをポットから出して共に生きていくことを決心したサムのシーンで綺麗に終わりました。続編はそこから先の話が描かれるということで、どうなるのか。前作ではまだ伏線回収できていない謎は多くあったので、今回で様々な謎が解き明かされるかもしれません。現在公開されているトレーラーでは、レアセドゥ演じるフラジャイルが赤ん坊をあやして逃げ出すシーンが描かれており、前作でもとてつもなく美しかった映像美は健在です。まあ、初代の時点で映像が綺麗すぎたので、続編でどれだけグラフィック進化してるのかっていうのがあまりわからないという現象は起きてます。まあ次はプレイステーション5独占とかになると思うんで、確実に映像美は期待されます。そして話は戻ってストーリーですが、映像の最後には我らがノーマン・リーダス演じるサムが白髪になって登場し、新キャラたちも登場、我々は繋ぐべきだったのかと前作のストーリーを否定するかのような文言の後に、ポットの中でうごめくタコ、まさに謎の連続。小島監督によると、続編のストーリーはコロナのパンデミック以前に書き終わっていたものの、パンデミックが起きて再び書き直したとのこと。もう買うしかないよね。2014年に発売されたアクション RPG ロードオブザフォールの続編にあたる作品。神と人間の戦いを描いたダークファンタジーで、物語の舞台は前作から1000年以上が経過し、聖者と死者に分かれた広大な世界を舞台にしています。難易度が非常に高い作風のいわゆるソウルライクジャンルで、実際にキャッチコピーがトライ&デスと掲げるほどの高難易度ゲームとしても有名です。本作は当初ロードオブザフォールン2としてアナウンスされていましたが、ナンバリング続編ではなく頭にザをつけた新作として発表されました。前作では高いグラフィックと世界観で評価された一方で、若干のもっさりアクションやらマップデザインには賛否両論あったので、ナンバリングよりは新しいリブート作品として売った方がいいということなんでしょう。今作では伝説の闇十字軍の一人となって悪魔の神アディールを打ち倒すストーリーが描かれ、前作よりも5倍近く広がったマップの中で探索と戦闘を行うことになるようです。5倍も広くなったマップで出てくる敵は、まあ簡単には倒せない敵ばかりなので、本作をプレイする際はド M 心を発動させてプレイしましょう。それでも心が打ちしがれそうな時はマルチプレイを利用して助けを求めることも可能になっています。シームレスなコープモードが実装されているとのことなので、とりあえずマルチにしておけば心にゆとりは持てるかなとは思います。またビジュアル的な観点としては、本作はアンリアルエンジン5で作られており、公開されている映像を見る限りでも非常に美麗。前作でも映像美は評価されていただけに、そこもしっかりとクオリティを上げてきています。世界観も重厚感を増して、ソウルライクゲーとしての完成度は極めて高そう。最近はソウルライクゲームが多くなってきているので、ある程度目が肥えてきたゲーマーたちに満足させられるのか非常に気になるところでございます。ということで、いかがだったでしょうか。20作品のオープンワールド、めちゃくちゃええ感じじゃないですか。やっぱりね、最近はもうオープンワールドっていうだけでみんな食いつくところあるじゃないですか。だからいろんなゲームをね、ジャンルをオープンワールドにしがちなんですけど、まあやっぱりね、オープンワールドで作るのむずいし、密度が少なかったらめちゃくちゃ叩かれるっていう傾向にもあると思うんで、今回は密度が高そうで良さげなオープンワールドだけ紹介させていただきました。今回ご紹介したオープンワールドゲームの他にもいろいろと面白そうなオープンワールドゲームあるので、ぜひ皆さんコメント欄で共有していってください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるので登録お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。